おい、炎オガポいるじゃねえかよ。絶対スナイプだろこいつ。ってかね、多分炎オガポ知らない人多いと思うんで説明するけど、スナイプ利敵ゴミクソ野郎です。しかもね、これたまに神 vs ザコっていう企画もやるんですけど、その企画でも利敵をするゴミカススナイプ野郎なんで、皆さん通報よろしくお願いします。スナイプすんなゴミが。ねえオーガポもさ、キュアは使ってるんだけどさ、一生俺に乗ってるんだけど、絶対俺に乗らなくていいだろう。ミュウなんてさ体力少ないんだからさ、絶対カメックスとかにさ乗ればいいのにさ、オーガポ俺にばっか乗ってるんだけど、こいつ嫌がらせだろ。絶対に敵してるだろう。ミュウにさキュアはなんていらないんだけど、これ大丈夫か、防げるか。でもいい波乗り、いい波乗りってるけど多分殺される。助けてくれー。ユナイト撃ったけど、もうキュアはガチでいらないんだけど、てかこの編成にキュアはがいらないんだけど、しんどいって。離敵すんなこいつマジで。まあでもいいや、カビゴンで入れてきされてない分だけまだマシだわ。ここで炎オガポンの情報です。炎オガポンがカビゴンピックしてるときは 100% 入れてきします。なのでもう皆さん気をつけてください。だけどゾロアークとか使ってるときは本気ですね。まあだけどこいつ上手くはないんでね、下手くそなんだけど、まあゾロアーク使うときは本気だけど、カビゴン使ったらもう必ずね中央行ってバフを取ってバフを相手に届けるので要注意です。もうきついよ、死ぬ、危ねえ。いいユナイト、いいユナイト、カビゴンそれいいユナイト、おらー、ソーラーベル削れないか、いやいや、ゾロアーク、ゾロアークやってるのでかい。ゾロアーク倒したらこれもうラッシュでいいじゃないか。これいけるぞ。炎オガポンがいても勝てるというところを皆さんにお見せしよう。こいつマジで多分勝率ね 43% とかだと思う。この炎オガポン履歴ばっかしまくってるから。いやだけどこれいけるぞ。ゾロワークデスタイム長いし、これも俺たちの勝ちじゃ。もうラッシュしかない。いいゲームだし、削ってやれ。ラスギは任せろ、ラスギは任せろ。ナイスというも俺今ソーラビーも当たったかな。あと出せない、カメックスが取ってる。俺取れなかったけど、ナイスすぎる。えらいって50点決めて。俺炎オガポン履歴すんなよ。ちゃんとゴール決めろよお前。絶対ゴール決めろよ。でも36点しか持ってないから、だけどいける。ゴール入れろよお前。オッケー、えらいです、えらい、ちゃんと。あと、炎オガポンの情報。こいつね、履歴するくせに自分が勝てそうだったらね、ちゃんと動くからね、気をつけてください。相手に炎オガポンがいて、履歴してる、これ勝ったなと思っても、こいつ急にね、レッグズ戦でレッグズのラセキ取ったり、ゴール決めまくったりして、なんか急に活躍しだすんで、こいつマジでタッチ悪いんだよ。ちゃんとね、履歴するくせに自分が勝てそうだったら、ちゃんと履歴やめるっていうゴミカツやろうので、皆さん要注意。さあ、これ17点入るか、入らず、えらい、ちゃんとオガポン点数入れてる。えらすぎるけど、これ死ぬ、やめて、逃げろ、逃がしてくれ、やめて。おら、波乗り打って逃げろ。おい、炎ガマ、炎ガマ、降りろ、降りろ、バカが、お前。降りて、俺の盾になりやがれ。あぶねえ、なんとか勝てた。いや、マジでね、こいつね、炎ガポンね、履歴する基準が分からないんだよね。なんかね、プクリンアンチらしいから、プクリンピックしたら、履歴するらしいんで、皆さん、炎ガポンがいたら、プクリンピックするのやめてください。勝率 47% か。意外と高かったな。まだけど、ゴミカス野郎だろ。勝率 47% でさ、履歴しないといかないからね。でも、今シーズン 50% 超えてるんだ。だけど、全体 46% ゴミカス野郎。皆さん、要注意人物です、こいつ。お前、スナイプ絶対やめろよ。危ない危ない、今回は炎がポいないんで快適にできると思ったけど、なんか相手にいるー。しかもカビゴン使ってるんだけど、カビゴンイコール履敵なんで、多分こいつは履敵しまーす。でもさ、履敵されたかっても嬉しくないんだよね。普通に相手チームに申し訳ないからさ、履敵やめてほしいんだけど、いやこいつ絶対ね、履敵するよ。しかも絶対中央カビゴンだからね。中央カビゴン行ってバフ取って相手に届けるからね。ほんとにこいつゴミなんだよな。おい、なんかカビゴンこっち来てないか。もうカジャするなよ。俺バフ持ってる。やっぱりな、言った通りだろ。絶対こっちで中央行ってバフ奪うからね。絶対相手さ、中央ゾロアークでいいのにさ。本当にこいつゴミカス野郎なんだよな。ちなみに俺の青バフは相手チームのヌメルゴンに奪われました。いや、本当に勝つだろ、こいつ。ほらね、お届け便してるでしょ。これさ、なんか殺すのはさ、相手チームに申し訳ないんだよな。こうやってさ、バフ奪うの相手チームに申し訳ないけど、でもこれはしょうがないよな。殺して経験値にするしかないよな。もうこいつどうしたらいいんだよ。これもうウレジドロー、これさ、本当にさ、オーガポンが履敵するからって調子乗ってると本当に負けるんだよね。調子乗ってなんかレッグザ取られて負けることとかあるから、本当にこれ油断しないで、もう点数差広げていこう。オーガポンも殺していきたいけど、オーガポン、オーガポン、それはダメだ。オーガポン、やってしまったな、お前。いつもさ、俺履敵される側だからさ、あれだけどさ、この敵側でさ履敵してるのなんか初めて見たかもしれない。敵チームのカビゴンが履敵してるの初めて見たかもしれない。もう本当にゴミカス野郎だな俺。もう皆さん本当に通報よろしくお願いします。こんなのさ、ランクマッチでさ、カビゴンにやられたら本当にクソうざいでしょ。だからみんなでこいつをさ通報して、もうフェアポイント減らしてさ、ランクにさ来れないようでしょ。ランクマッチデッキにしようぜ。本当に皆さんご協力お願いします。そしたらペクシャ、ペクシャさ、ゾロハック俺近づけないでよ、殺されるって。これいけるか、ツララバに戻していく。危ねえ、今当選まで近づけられてさ殺されるかと思ったわ。さあ、レックス戦が始まってるんですけどさ、これマジでラッシュされて負けるのが一番しょうもないからね。だから履敵されてる側ってさ、のラッシュしがちだからさ、これ取られて負けるの一番しょうもないからね。レックス取られて負けるのしょうもないから、こいつでスタック稼いで、これレックスもラスギ勝負するしかないから、あいだけど殺したいな。敵をまず殺したいから、待て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 、取られたくない、取られたら負ける、いけ、取られた、取られた、やばい、や
ばいやばい、負けるか、これ負けたくないよ。これオーガポンがさ、レディキシロにさ負けるなんて、あれ、お前絶対ゴール決めんなよオーガポン。お前ゴール決めたらぶち殺すからな。お前絶対ゴール決めるなよ。本当にやめてくれ。オッケー、壊してる。オッケー、いいよ。ヌメルコのシールド壊してる。100点入っちゃったけど、多分まだ点数差的に勝ってるはずだから、オーガポンが点数差入れなければ勝てるはず。もう絶対オーガポン入れるんだよ。絶対点、オーガポン、オーガポン止まれ止まれ、オーガポン、オーガポン裏切りやがった。これ負けてる。攻めないと無理だ。おい、あいつ裏切りやがった、ゴミカス野郎。自分が勝てそうになったら点数決めやがってよ、ゴミが。お前離敵するなら最後までしろよ、こすゴミカス野郎が。いけるか、こいつ殺してゴール決める。多分27点入ればワンチャン勝てそうな気がするけど、うわー、いけねえのー、入らないか。オーガポン、てめえ絶対許さねえからな。勝てそうになったら点数入れやがってよ。離敵するならさ、もう誇りを持って最後まで離敵しやがれ、ゴミカス野郎。これ負けてるよな、さすがに。おい、あいつふざけんなよ、ゴミ。おい、また点数入れやがれ。36点。おい、終わった。オーガポン、てめえぶっ殺すからな。皆さん、こういうことがあるのでね、相手が離敵するからって調子乗らないことが大事です。たとえ相手が離敵してこれ勝ったじゃんって思っても、油断しないでレッグド戦はちゃんと戦いましょう。煽り入りしてんじゃねえぞ、カスどもが。あー、おーい、またいるんだけど。待って、しかもカビゴン、カビゴンはやめろ、カビゴン頼む、こいつカビゴンは絶対 100% か。あー、 100% これは離敵だ。終わった。こいつマジでさ、どういう基準でさ離敵するのか分からないんだけど、さっきはさちゃんとヒワワやってたのにさ。終わった、お願い、頼むこんにちはって挨拶したらさ、カビゴンやめてくれるとかない？もう終わったんだけど、中央即ピしてるの。さようなら。いや、でもまだ分かんない。さっきのがあるからね、さっきみたいにリテイクされても勝てるっていう可能性があるから、俺は最後まで諦めないぞ。いや、でもちょ、俺もさ、ほぼステピでサーナイト選んじゃったからさ、もう全然進化できないんだけど。だからもう中央奪っちゃう。別にこいつからさ中央奪ってもいいよね。どうせさ炎がポンなんだから中央奪ったって別にいいよな。さあ、これ取ってゴルベになりたいところだけど、やばい、あいつこれ取られる、こいつガクトついてないから取られるかと思ったけど、譲ってくれた。なんだこいつ、マジでこいつよくわかんないんだよな。お前譲ってくれるんだったらさ、中央俺に譲りやがれよ。おい、取るなよ。お前ガクトついてないんだからさ、絶対取るなよ。お前取るなよ、取る、削ってくれてる。なに、お前何がしたいんだよ。なんで削ってくれてんだよ。削ってくれてんだけど、お前何がしたいんだよ。離敵するのかさ、ちゃんとするのか、どっちかにしてくれよ。なんで譲ってくれるんだよ。こいつマジで何がしたいのかわかんないんだけど。こいつ本当にさ、今までの離敵と違うぞ。こいつ新種か、新種の離敵か、お前。いや、これ上で守れるかな。どうせカビゴンさ守ってくれないだろう。ディフェンスのお前がさ多分守ってくれないだろうからさ、俺らで守んなきゃいけないんだろうけどさ。いや、魔法いいな、きついよ。おい、お前カビゴン踊ってんじゃなくて、早く、お前取るな、バーカ。こいつお盆の実食いやがったけど、まだ一個残ってるけど、あいつ取っただろうな。もういいや、もういいや、もうお前いいや。これダメだ、これ取らないと、これ取らないとさ絶対入れられるって。これカビゴンに絶対入れられる。おい、こいつ絶対、おい、スピーダー14秒。いや、こいつ絶対やるって。絶対のジェリー切れるんだけど、やばいって。これ絶対やると思って、それはいいぞ。まあ、それは離敵じゃない。それは全然離敵じゃないわ。今のはいい。今のさ点数だったら全然入れてくれた方がさ良かったわ。今のは全然離敵じゃないから、いいよ。お前逆に拍手だよ、これは。これは拍手だよ。えらい。だってさ、これファーストゴールさ相手に壊されてさ、セカンドさまでさ流されるよりかさ、絶対入れてくれた方が良かったもん。今のはナイスだよ。全然離敵じゃない。ナイス。これさ、ウェルジさ、流れてるんだけどさ、絶対さ、カビゴンゴール入れてるよな。絶対入れてるよ、入ってるし、爆睡爆取ってたろ。今、絶対爆睡爆、ほら、3% 終わったわ。離敵してるわ。こいつ、なんなんだよ、中途半端な離敵しやがってよ。言えたけど、勝てる。俺らなら勝てる。味方、勝つんだ、頑張れ。キモいんだよ、黙れ、コミが。これ、もうラッシュするしかなくないか。ラッシュしていいか、これ。ラッシュする暇もなく、ボコボコにされて、見るに耐えなかったので、カットをしました。もう無理です。勝てません。こいつがカビゴ使ってたら勝てません。ゼロダメ、もうきついって。お前、本当にスナイプすんなよ、ゴミ野郎が。はぁ、もうええって。もうええって、お前。もうスナイプええって。何回目だよ、スナイプすんな。本当にキモいんだけど。はい、もう負けました。やっぱりゾラ君ってかちゃんとやるんだな。でもこいつやっぱりスナイプしてるってことはさ、ゴースティングしてる可能性もあるからさ、これ負けても仕方ないよね、多分。うぜあおりでしやがってこいつら。今回味方には来てないけど、どうだ、相手にいる可能性全然あるんだよね。ピカチュウ使ってるね。ピカチュウはどうだろう。いや、ピカチュウは多分離敵しないだろうな。いや、もう本当にキモいこいつ。どんだけスナイプうまいんだよ。気持ち悪い。
え、これさ、実はドラパルトもさ、ファイアローも進化してないってことはさ、これもしかして中央ピカチュウなのか、もしかしてオガポは履歴してるかと思ったけど、バフ持ってないな。バフ持ってないってことは履歴してないかと思ったけど、履歴してるな。おい、突っ込んできてるぞ。攻撃もしないで突っ込んできてるってことは、履歴してるな。どういうことなんであれさ、進化してるの、進化してる。よくわからないよ。でもドラパルトも両バフ持ってるな。あと、ヤジロ壊れたのか。多分ピカチュウにヤジロ壊れたんだろうな。もうやばすぎるだろ、マジであいつ。死ぬ、うざいとか、マジで負けたくない。マジでさ、履歴してるときにさ、履歴されてるときに負けたくないんだけど、絶対勝つぞ。これさ、攻められてるね。俺、ユナイトあるから、いけるぞ。これ、守れるぞ。ピカチュウはもう無視して、あいつは無視して、ユナイトの時まで合理できないだろう。とりあえず、この辺でユナイト置いて、一掃していく。気持ちいい。そして、ピカチュウ、お前はゴミだな。お前は、なんで、そんなに、おい、やめろ、お前攻撃すんな、バカが。ゴミが。お前はなんでそんなゴミなんだよ。ゴミガスが。うんこが。履歴してんじゃねえぞ、カスが。ゴミが。消えろ、お前。ユナイト、やめろ、お前、死ぬだろ。危ない、危ない。死ぬ、お前、ふざけんなよ、お前。ゴミが、お前、俺に取り付いてんじゃねえぞ、履歴ゴミカスやのカス。死ぬ、お前、ふざけんな。これ、全体、危ねえ。もうこいつに裏切られるとこだった。殺されるとこだった、俺。危ねえ。やっぱりダメだ。やっぱりオーガポン舐めてたら負けるわ。絶対にこれダメだ。もう、油断せずに行こう。いや、これ中央入ったらでかいぞ。中央入ったら、たとえレッグザ取られたとしても、なんとかなりそうだから、中央入れた、吐き入って行く。オッケー、入れろ、レッグザ取られたとしても、勝てる勝ち筋を残しておけ。入れまくれ、オッケーオッケー。これなら多分ね、結構点差ついてるから、いけるんじゃないか。ワンチャンレッグザ取られたとしても、勝てるぞ。危ない。絶対に俺は勝つ。絶対に炎がポンに勝つ。いや、いける、押してるよ、これ。ブラッキー落としたよ。ブラッキー落として、タンクを落としていく。そして、ミューツー落としてばでかい。ミューツー落としてばでかいよ。ミューツー落としたいよ。ミューツーもちゃんと渦で捕まえて倒していく。と、ファイアロ怖いな。ファイアロ怖い。ピカチュウがゴミカスやろう。そして、ファイアロが消えたな。ファイアロ消えたな。これ、中央に壊して、これ、中央入れればもうでかいでしょ。これ、中央ゴール入ったらもうさすがに勝ちでしょ。ファイアロ100点入れていくと、さすがに中央入ってしまえば、こっちの勝ちのはずでも点数ないな。あんまり点数ないけど、さっきも中央入ってるから、これ2倍になってるし、ワンチャン取られても勝てるはず。オーケー、これもほぼ勝ちでしょ。ほぼ勝ちみたいなもんでしょ。しかも、下ゴールも壊れていく。触れてる、まあ、レッグこれレッグ取られたらやばいか、レッグ取られたらやばい可能性あるけど、これだ、削りが早い、これあれか。いやー、ドラパルト言ったの忘れてた。いや、これ、勝てるよね、大丈夫だよ、ね、こっから負けることなんて大丈夫だよ。剥がして、ブラッキー剥がした、絶対ブラッキー剥がした、ユナイト打てなかったんだけど、待って、ユナイト CG で打てなかったんだけど、いやー、これ、負けるとかないよね。え、嘘でしょ。え、こっから負けないよね。はい、入れ、出して、ニスト入ってるけど、ピカチュウ、待って、オーガポン入れるな。オーガポン、てめえ、絶対ゴール決めんじゃねえぞ。いや、決めてなさそう。危ない。いやー、やばい、負けたくない。絶対負けたくないけど、なんて入った今、90点くらい入ったから、もう、96点入ってるんだけど、やだ、勝ちたいよ。いやだね、ピカチュウは大丈夫。オーガポンはもうゴール入れきなさそうだけど、60点入ってるんだけど、え、これワンチャン負けてる可能性あるくない？大丈夫、入れまくれ。ゾロアークたち入れまくれ。危ない。ちょっとさ、あれでさ、負けてたら本当に発狂してたんだけど、危なすぎる、怖すぎるわ。よかった、200点差ついてたわ。危ねえ、よかった、中央ゴール入れといて、あれなかったら多分負けてたわ。怖すぎるわ。なんかプライベートにしてるし、おい、ビビってプライベートにしてんじゃねえぞ、お前。二度とスナイプすんなよ、ゴミカス野郎が。さすがに今日はオーガポンスナイプしてこないよな。さすがにね、火またいてるからね、さすがにね、いるわけないよねと思ったけど、ハッピー、ザコが、下手くそはな、ミュウなんて使うもんじゃねえんだよ、バカが、下手くそが、2万8000のザコミュウがボケが。わあ。ブル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 いや、これギリギリ勝ってる可能性ある。うわー、惜しい、めちゃくちゃ惜しい。いや、でも頑張ってたな。オーガポン頑張ってたよ。偉かったけど、負けちまったか。いやー、どんまいだな。だけどスナイプやんなよ。スナイプすんじゃねえぞ、ゴミが。いつの間にか、ギラモチの日常には、このオーガポンが存在するようになった。なんかいるんだけど、バックスインパクト打ってるし、本当に気持ち悪いな、お前。もう本当にユナイトやめた方がいいって、本当に削ってくれてるー。なんか、炎オーガポンが削ってくれてるんだけど、やってることやばいってこいつ。もうなんかもう履歴の極みなんだけど、取ってくださいってさ、アピールしてくるんだけど、もう本当に、どう思うこいつ、マジで。こういうやつさ、もう縛いてほしいんだけど、運営仕事して本当に、なんでさ、こんなゴミみたいなやつにさ、俺何回もスナイプされないといけないの。こんなゴミにさ、スナイプされてるのにさ、なんでさ、こいつさ、停止されないの、アカウント。おい、通報機能ちゃんとしろよ、マジで。履歴されて勝ったって何も嬉しくないんだ。はっへー。
こんにちは恐怖症になりそう、こんにちは恐怖症になりそう、助けてくれー、やだー。オオカポンに履歴されてないのにボコボコにされました。このゲームもう終わってます。雑誌や未来度を消してください。ゴミ野郎です。おいゾロアンで20キルしてるんだけど。いやもう俺ら頑張ったわ、もう俺ら頑張ったよな、オオカポンゴミ。今回はねデュオ組んでるから、あいつ多分ねデュオ組む友達いないでしょ。チピチピチャパチャパルビルビラマラマパチコミラビルビプー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 キモ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 オガポ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 キエロ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 コミ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 。本日をもってポケモンユナイトを引退いたします。今までご視聴ありがとうございました。なんかさ、このゴミ野郎さ、やめらみ使うようになったんだけど、本当に気持ち悪いんだけど、二度とそんな面見せんなって言ったよな、ゴミがよ。なんかゴミ野郎がカジャンに来てるんだけど、なんかメスのがカジャン対策来てくれてるの、ありがたすぎる、ありがとうなメス。大丈夫、任せて、お湯ちゃるからね、こいつはね、僕が殺せるんですよ。バカがやみらみちゃん、アブソル相手にカジャン、あなたって頭バカなんですか。追い打ちでさ殺せるんですよ、みっともないよ、みっともなくさ逃げる、そのさ背中にさ追い打ちで殴るの気持ち良すぎじゃろ、ブヒブヒブヒ。バカがちゃんとさ正面向いて受けないと、背中で受けたら死ぬぜバカ。プー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 、あなたやみらみ才能ないからやめた方がいいですよ、味方がさ迷惑しますよ、リテキしてないのにさ、もうリテキいるようなもんですもの、うぷぷぷぷ。はあ、なんかさ俺ってやっぱりさ人を引きつけるみたいな魅力があるみたいだね。なんか昔からね、俺なんかキモいやつにね好かれるんだよね。なんかクラスで嫌われてる、なんか嫌われてるっていうか、なんか気持ち悪がられてるやつに好かれる傾向が僕ありまして、多分それが今発揮されてますね。このオーガポンとかいうなんかキモクソガキキッズに多分なんか俺好かれてるわ、助けてください。はい、終わりました。味方にプクリンがいることによって離敵しました、あいつ。ほんとに皆さん、お炎オーガポンが味方に来た時はプクリン使わないでください、お願いします、離敵します、あいつ。ほんとにプクリンアーチなんで、プクリンいたら中央神子行くんで、ほんとにやめてください。味方にプクリン使わないでください。でもこれあれだよね、中央行ってさ喧嘩するよりさ、おとなしくレイ行った方がいいよね、アブソル。わかんないけど、いやでも勝てるぞ、味方が上手いわ、カビゴンが離敵してるけど味方がさ上手いおかげでさめちゃくちゃ頑張ってるんだけど、えらいぞこれ、いけるぞ、多分勝てるぞ、味方が上手いから。いくぞいくぞ、これガブレス行けるんじゃないか、いけいけ、ナイス、転がれてはめた、えらいな、これ油断入ってる、油断入ってる、ガブレス殺すわ、いや殺せなかったか、戻しきれなかった、ナイス、福井だ、福井だ、ありがたすぎる、いけ、戻す、戻す、ミライド落とす、ミライド落とす、ガブレス戻してる、これいけるぞ、いけるぞ、これ2枚落とす、いくぞ、殺せ殺せ、アマージュいけ、アマージュ、オーケー、アマージュ使ったぞ、アマージュ油断使ったぞ、これいけるぞ、ナイス、味方が上手いわ、味方が上手い、ナイス、やらせてくれ、わー死んじゃったこと、4枚落ちる、4枚落ちる、いけるぞ、勝てるぞ、いけるいけるいける、勝てるぞ、無敵がいても勝てるというところさ、みんなに見せに行け、視聴者に勇気と希望を与えろ、お前らはアンパンマンだ、いけ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 、お前ちょ、甘い落とす、甘い落とせ、削れ削れ削れ、命をかけて削れ、頼む、バックスインパクト打ってんじゃねえぞ、カスカ、お前自宅みたいな削れ、ゴミが取れる取れる取れる、ナイス、偉すぎるよ、偉すぎる。でも待って、うぜえな、あいつバックスインパクト打ち上がってよ、これ自宅み選んでるんだったらよ、削れや、ゴミが。ということで皆さん、離敵がいたとしても勝てるので最後まで諦めないでください。レッグド戦が終わるまで何が起こるかわからないので降参はしないようにしましょう。絶対に勝てます。最近アブソルハマってるんだよね、やっぱりさアブソル上手い人ってさかっこよくね。オーガポーンけどカビゴン使ってるということは離敵するのかなってことさ、俺マジで何回こいつと会えばいいの、めちゃくちゃ合ってるんですけど、もう親よりさ合ってるんだけど、今一人暮らししてるからさもう親より合ってるんですけど、この炎オーガポーン助けてくれよみんな、もう俺ママに相談するよ、ママスナイプするやつがいてさもう YouTube やめたいんだけどって、お前相談するぞ、敗北しました。でもさなんかさ今回さなんかあいつカビゴン履歴しなかったんだけど、あのカビゴン使う時さ必ず履歴するのにさ今回ちゃんと学習装置持ってたんだけど、どういうことなの、こいつさマジでどういう基準でさ履歴してるんだろう、もう意味がわからないわ。あーはいはいはい、炎ガポンね、はい対戦よろしくお願いします。でもちょっとなんか最近敵が多いな、めっちゃ敵として当たるな、まあ味方に来ない分だけまだマシだわ。
はい、お疲れ、チンジャオロース。レティキしないのにさ、こんなに差がつくってやばいね。こっちさ、サポーターもいないのにさ、勝てちゃうことなんてあるんですか。あ、そうだよね。炎ワガボンとかいうさ、ナチュラルレティキいたら、そりゃ、勝てませんよね。プー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 。へい、シュリー、人を呪う方法。もう僕は疲れたよ。ガキの相手はさ、降参ってことは相手誰か放置してるんだな。これもしかしてさ、炎オガポンがいるからさ、誰か放置したんじゃないの。お前のせいでさ、放置したやつが出たんじゃないの。人に迷惑かけんなよ、ゴミ野郎がよ。なんかもう反応するのも疲れちゃった。なんかオガポン本陣にいるんだけど、履歴してるぞこいつ。キモいな、マジで。もういいや、お前殺して経験値にするわ。お前をちゃんと殺して経験値にして成長させてもらいますわ。もう俺は容赦しないわ。たとえ履歴してるとしても、俺はもう全力で相手チームを潰しに行く。早く死ねよ、お前。回復すんなよ。無駄に耐えてんじゃねえぞ、バカが。どういう生き方したらさ、こんな履歴しようと思うんだよ。なんか削っといてくれてる。おい、絶対これさ、オガポンだろ。オガポンは削っといてくれてるんだけど、チームを。いかれてるだろ。マジで履歴してるな、あいつ。はぁ、あ、ちゃんと勝ちましたよ。なんでさ、こんなに俺のチャンネルさ、履歴が群がってくるんだ。まあ、多分俺が履歴紹介してるからだろうけどさ、キモすぎんだろ。はぁ、あ、ハピナス使ってるね。お前、月光河がいるからハピナス使ってるのか。ってか、お前サポート使えるんですか。そもそも下手くそなのにさ。もうお前ユナイトやめた方がいいって。履歴しなくてもこんなに雑魚なんだからさ。もう味方に迷惑かけてるよ。お前がユナイトをやるだけで味方に迷惑をかけてる。もうユナイトやめた方がいいですよ、あなた。